ニャランとか。ニャランじゃない。ずれます。右です。はい。行き過ぎました。ちょっと戻ります。岩田さんもちょっとこっち行きましょうか。ちょっとです。あ、ちょっと行き過ぎ。ちょっと気持ちを持ち帰って。はい、ありがとうございます。確認します。あ、すごいですね。こんな感じで。いいっすね。大丈夫そうですか。はい。はい、失礼しました。このまま体だけ顔を正面に向けます。なんとこぐらいまで来ていただいて、それで足を開いて、開いていただいて。素敵ですね。あ、ここは睨み合わない優しいお顔で、ぜひぜひ見合ってもらえると。はい、バッチリでございます。ありがとうございます、お母様。ごめんなさい、近くてではこのままちょっと、もし行けそうだったらね、いいので、ちょっと横目手、お目線合わせたりできます？お上手ですね、微笑みが。本当お上手です。睨んでないです。ここは全然笑顔で大丈夫です。にこやかなお顔で。これ何パーセントぐらいですか、この笑顔は。60、もうちょっと欲しいですね。亮太千浅さん、本当に結婚おめでとうございます。おめでとうございます。今回写真撮影ということでいろいろなポーズを撮られて、写真撮ったと思います。すべて表情的にも良くて、感動しました。これからも2人、仲良く力を合わせて、過ごしていってくれればと思います。これからもずっと仲良く暮らしていってください。以上です。おめでとうございます。亮太さん、千浅、本当に良かったですね。いつもと違う姿を見て、感無量です。どうかこの表情を忘れずにこれからも二人で頑張ってください。よろしくお願いします。亮太さん、千浅、おめでとうございます。いつまでも仲良くしてください。千浅、亮太、結婚おめでとうございます。これからも私とも遊んでください。よろしくお願いします。おめでとう。なんかすごいです。感動します。してます、ずっと。こういう節目の写真が撮れるのはなんか結構幸せですね。思った以上に最初はそうだなって思ったんですけど、今は様相かもしれないって。どっちの方が似合うと思う？和装と様相？うん。キャーキャーってなるよね。頭の形綺麗だからさ、上げてるのも似合う。うん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 。そうそう、様相はさ、この首周り綺麗じゃん。うん、いや、綺麗じゃんって言われても、うんってなんだろう。なんかそのインタビューだからさ。そのパスがあ、ここ、はい、ここだ、ここです。こちらからお願いします。はい、ちょっとお待ちください。よいしょ。そのままちょっと、ね、右側にスライドしていきましょう。ずりずり、こうじゃなくて右に。バッチリです。ありがとうございます。楽にしてください。いい感じです。
こんな感じです。おお。すごい。ああ、ここだ。こういう感じ。ちょっと私がやると気持ち悪いですよね。目線合わせてもらって、バッチリですね。OK です。